今回の動画では今オーストラリアで原因不明で流行っているロリキートの病気、ロリキートパラリシスシンドロームについて少し紹介したいと思います。この病気により鳥たちの足は麻痺し、瞬きもできなくなり、飲み込みもできなくなり、どんどん衰弱して弱って死んでしまうという病気です。もうかなりたくさんの数のロリキートたちがこの病気により命を落としています。ただ時間をかけて特別なケアをすれば鳥たちはまた飛べるようになります。そのためには弱った鳥を見つけた人がいち早く動物病院やケアラーに連絡することがとても大切です。我が家でも動物病院をはじめ多くの方から連絡をいただき、たくさんのロリキートがお世話に入ってきました。麻痺により飲み込みが難しくなっている子たち、脱水症状にならないように特別なリキッドを少しずつ与えています。最初は飲み込みが難しかった子たちも、時間が経つにつれて少しずつ飲み込みができるようになってきます。まばたきができずに目がすっかり閉じたままになってしまった子たちは、なかなか目を開けることが難しいです。そうならないためにも、まずまばたきが難しい子はこのような目薬をしっかりと入れてあげることが大事です。足の麻痺で最初全く歩けない子たちも、1週間ぐらい特別なケアをしていると立ち上がれるようになります。このように立ち上がれるようになればケージへ移って泊まり木に泊まることができるようになります。ケージのお掃除中はこのようにお外でみんな太陽を浴びて日光浴をします。頑張って治療してすっかり元気になった子たちは、今度は屋外の広いケージに移って飛ぶためにリハビリをします。しっかり飛べるようになればまた大自然の大空へ飛び立つことができます。今回はロリキートの原因不明の病気 LPS について紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。